チャンネル。こんにちは。こんにちは。いやもうこのシーズン終盤になってくると、はいはい、来季のこともちょっと気になりだしてくるんですよ。そうですね、まあまあ正直ね、もう順位がもう A クラス無理っていうチームも出てきましたし、はい、まあ来季に向けて考えなきゃいけない、特にフロントはね、うん、そうですね、出てきましたね。ドラフトもねもうすぐですし、はい、FA っていうのもやっぱ気になりますよね。もうそうですね、はい、ひょっとしたらね、はい、なんか T 岡田がね、うん、FA するんじゃないのかとかね、はい、まあ、ロッテも鈴木大地がね、そうですね、FA 権取りましたし、まあ他のチームもね、うん、FA 持ってて使ってない選手もいるだろうし、はい、今年 FA を取る選手もいますけど、うん、動くのか動かないのかね、はい、いやドキドキしますよ、ね、丸がね、はい、広島から FA して巨人来て、うん、もういきなり巨人がね、はい、突っ走って広島の戦力そがれてね、これちょっとパワーバランスが変わりつつあるのも FA ですから ね広島にとっては丸選手だいぶ痛手でしたからね。そうですね、まあ、西武からね浅村選手も出ましたし、あ、し今江選手もね、はい、FA で楽天に行きましたし、そうですね、でもそう考えたら浅村いなくなったのに西武すごいっすね。いやすごいFA ってでもまあまあなんで出るのかなと思った時にいいなと思うんですよね。 FA はね、はい、FA 出る人の特徴ね、はい、基本的には4つの分類に分かれます。どれかに当てはまって FA 宣言しますね。へー、はい、じゃあちょっとその4つ教えてください、はい、まずね1つ目、はい、夢追いかける方っていう。夢追いかけるっていうのはちっちゃい頃から好きだった球団に。そうです、どうしてもあの球団ね、まあ、プロ野球ドラフトなんで、はい、好きな球団に行けるわけじゃないですよね、はい、ってなった時にどうしても好きな球団があると、はい、だからその球団のユニフォームどうしても着たいと、うん、子供の時から夢だったと、うん、だから FA しますとか、はい、もしくは最後は地元で恩返しのために地元で野球したいと、ね、内川みたいに九州出身で、はい、最後は九州とかね、はい、岸がね、うん、東北だから帰ってくるとかっていうね、ね、そういう地元に最後は帰りたいっていう、はい、この夢追い型っていうのが一つの、うん、ちょっと熱い心を持ってる方ですね。そうですね、はい、で2番目が、はい、優勝したいや型です。おー、なるほど、強いチームに行きたい、どうしても勝ちたいと、はいはい、やっぱりこのシーズンオフのビールかけ見てたりとか、うんうん、優勝旅行、はい、羨ましいと、うん、俺は能力あるし結果も出してると、はい、でも残念ながらこのチームでいたら優勝できないと、うん、羨ましいやと、うん、どうしても優勝したいから優勝できるチームに FA しますっていう。はあ、なるほど。誰かそういう方いましたか？いますけど、はい、ネガティブ情報になるんで皆さん分かってると思うんで、はい、あえて言うのやめます。分かりました、はい、でもまあいますよね、はい、あるチームから FA してる人たちですよ。はいはい、分かりましたやっぱり野球人生の中で一度もその優勝って味わってみたいっていうのはやっぱ誰しも思いますからね、うん、まあした結果、うん、やっぱりこれビールかけとかしないで引退はきついなって思いました。やった結果、やっぱり、はい、その喜びは全然違う、はい、全然やっぱテレビじゃ自分でこんなんかやっててもダメですよねそうですか。いや楽しいんですよねあれってね、はい、これもでもまあまあ気持ちは上がりますね、はい、これが2つ目です、はい、3つ目追い出され方。これはですね、はい、まあ、ちょっと名前がネガティブすぎるんですけど、そうですね、まあ、僕がつけたネーミングですけど、はい、若手が台頭してきたと、はい、ちょっとシフトチェンジしそうなんちゃう、これ起用法みたいな、あ、ちょっと出番、出番が減るんじゃない、うん、それだったら自分を欲しいって求められてる、はい、同じポジションで層が薄いチームに FA して自分の出番増やそうっていう、はい、っていう方あります。追い出され方です、まあまあ、それは賢明な考え方ですよね。まあまあ、まあ、個人としては賢明な考え方だと思いますね、うん、ね、自分の居場所を求めてっていう、はい、もっともっと長く野球がしたいからっていう、そうそうそう、でここでいても出番が減るから出番を求めて FA しようっていう、うんうん、だからソフトバンクに行った細川とかね、ああはいはい、だから住谷が出てきて、あの時若干住谷の起用法の方が上がってきたんですよね、うん、でそれに伴って出番なくなってくる、でも自分まだ力ある、うん、求められるソフトバンクに行こうみたいなね、うん、とか今回の住谷もですね、あ、そう、森が台頭してきて、はい、森の出番が増えそうや、で菊池雄星出てた、うん、でも菊池雄星いなくなった、はい、出番完全に減る、でもまだ俺できるジャイアンツですよね、うん、でもそれって本当成功してる方は成功するじゃないですか、はい、移動して本当に活躍するので、はい、そうですね、本当にいい移籍ですよね。だこれを躊躇しないでできるかどうかが勝負なんですよ、うん、躊躇してできない人もいるんですよ、中には。
もしかしたら向こう行っても、まあ、あの人も出てきてるしなとか戦えるかなっていう。あと日本ハムの鶴岡とかもそうですよね。キャッチャーね、大野が出てきて、ちょっとつけるからっつって、はい、じゃあソフトバンクとかね、っていうところで、あの、まあ、他のポジションのチームもありますけど、はい、まあ、若干その追い出され方っていうのもあります、はい、事実的には。まあ、言い方追い出されですけど、自分で居場所を求めてる。そうだから、まあ、いわば自分も権利ある、うん、で個人事業主、はい、自分にチャンスがある球団行く、うん、まあ、真っ当な判断ですよね。いいですよね、求めてくれてるんだと行きたいですもんね。そうここでいてもね、はい、そんな使われる出番が減るんだったらした方が絶対自分のためにはいいじゃないですか、はい、だから使われないより使われるとこ行くのはもうこれはもう大正解ですよね。そうですね、はい、あと結果出すのは本人の次第ですからね、はい、では4つ目、4つ目あります、まだあります、あります、はい、はい、お金大好き方っていうのがあります。なるほど、はい、確かに FA で出ると膨大に年俸増えますもんね、はい、まあ、減らないっていうのが大前提なんで、はい、FA すると、はい、だからもう自分のチームで交渉したと、はい、ダウンですか、はい、もしくはえそんだけしか上がんないんですか、はい、じゃあもう出ますみたいな。あー、なるほど、はい、だってあのよくね、はいはい、あのFA して他のチームの評価も聞きたいんで、はい、みんなそう聞きますよね。でもやっぱそうなんじゃないかなって私は思ってます。言い方変えましょうか、はい、他のチームが僕にどれぐらい出してくれて引退後の保証も含めてどんな待遇してくれるか聞きたいんで。いやだー。裏はそういうことですか。だってそうじゃ、だって評価って何なんですか。だって逆に聞きますけど評価って何ですか。いやお前すごいよ、よく打つよ、はい、俺必要だよ、すごいよ、いらなくないですかそんな言葉。いや、なんか褒められたいのかなと思ってました。やっぱうちにはお前が必要だっていう。なんかじゃあもし A、はい、A 球団、はい、じゃあ仮に1億円、はい、B 球団すごい集まる、お前のことが必要だよ、一緒にやろうぜ5000万。あー、うわー。どうですか。うわー、1億円でしょ。倍か。1億かな。お前とかじゃないですよ結局は。そっか。でね、はい、推定ってね、はい、所詮、うん、嘘っすから。え、そうなんですか。だって出来高とかのことを入れないでしょ。そっかそっか。で別に言う、あ、推定だから言う必要ないでしょ、はいはい、だからみんなはそのなんか外に出てるだけで、はい、いやあいつはこっちの方が安かったけどこっちに行ったとかって言うじゃないですか、はい、なもらってますよ。みんな知らないだけですよ。ね、じゃよく推定年俸ってこの名鑑とか書いてあるじゃないですか。あー、当たってない。全然僕だってもう終盤も全く当たってなかった。え、本当ですか、はい、もっともらってたってことですか。そうですね。でも別にいくらで発表されても僕全く関係ないじゃないですか。そうですね、別にね、はい、はい、え、でも、まあ、4つ型あるじゃないですか、はい、佐藤さんはもちろん FA 権取ったじゃないですか。取りました。出ようと思わなかったんですか。思わなかったですね。どうして。僕は人生楽しいかどうかが一番の選択なんですよ、はい、やるかどうかは、はい、FA して他の球団行っても楽しくないんで。ほー、やっぱ僕の性分上、はい、やっぱり、まあ、弱いチームを、はい、まあ、だからまあロッテで言うとね、うん、まあ、確かにクライマックスシリーズとかプレーオフの恩恵を多大に受けて 2回日本一になったことは、はい、まあ、これは認めるし否めないですよ、うん、でも1998年、うん、18連敗してから、はい、僕はその翌年に入ってずっと B クラスの中、まあ、そのルールの下でしっかり日本一になりましたけど、はい、なったのが31年ぶりなんですよね、うん、だからその弱かったチームを僕一人の力じゃないですよ、はい、いろんな人の、ね、力を一緒、うん、フロントもそう、現場もそう、ボビーもそう、はい、いろんな人の力と一緒にその日本一になれるチームまでしてきたっていう自負もあるんですよ、はい、ってなった時に、うん、他のチーム行って仮に優勝したら泣けるかって言ったら僕は泣けないんですよ。それは人生においてつまんないっていう、うん、給料って人と僕は比較することじゃないと思ってるんですよ、はい、自分が納得することが一番だと思ってるんですよ、うん、だから僕はロッテから自分が納得する額ももらってたし、うん、まあ、多少他の球団行って多くもらったところで、うん、どうせ税金払うだけなんで、はい、そんなに手取りも変わらへんし、うん、引退後のことも含めたら、うん、FA した方がいいかしない方がいいか、どっちが面白いか、しない方が面白いなんですよ。はあ、なるほど、そういう考え方。だから僕はもう今もそうですけど、何かするかしないかは面白いかどうかだけなんですよ、はい、YouTube やってるじゃないですか、はい、なんでか面白いからなんですよ。なるほどね。僕いやいや仕事しないんですよ、はい、それなんでかっていうと、はい、仕事は遊びと一緒だと思ってるんで、はい、感覚的に、はい、楽しくないと遊びじゃないじゃないですか、はい、だから現役時代も楽しいか楽しくないかの判断で FA して他の球団、まあ、いろいろ声もありましたよ、うん、給料も上がる声もありましたよ、はい、でも楽しくないんですよそれで勝ったところで、うん、やっぱ作り上げてきたっていう自由がないんで、はい、だから僕何もないところとか弱いところから
なっていくっていう方が多分僕の勝負に合ってるんですよ、うんうんうん、新しいことやるとか、はい、だからそこがねロッテ以外じゃ見出せなかったですね。まあちょっと要約するとロッテ愛がすごく生まれた、ロッテ愛があったってことですよね。それはどうかわからないですけどでもあとはあともっと考えたのは、はい、あのライトスタンドのロッテファンの人を敵に回して野球を来年からした時にそれって面白いんかなっていう、はい、それちょっとちゃうなと思ったんです僕はね、はい、一緒になってきて、うん、2005年一緒になって喜んで、うん、31年ぶりですごいおじいちゃんの方がね、はい、生きてる間に日本一に見れると思わんかったけど、うん、見せてくれてありがとうって言われながら来た時に、はい、あの人たちを敵に回して、うん、勝って喜んで泣ける価値と泣けないなっていう、うん、っていうのが FA しなかった一番の要因ですよ。愛ですよ愛ですよこれはでもマスカルト他からも来てたんじゃないですかやっぱり。まあいろいろ話は聞きましたけど、うん、でもやっぱそれじゃ面白くないんですよ、うん、人生が、はい、僕の中で、うん、お金はね頑張ったらどこ行っても稼げるんですよ、はい、やっぱ面白いか面白くないかが僕は人生大事だと思います。わかりました、はい、じゃあこれからあの FA、まあ、される方ね今年もきっといると思うんですよ、まあ、いると思いますけど、はい、あの皆さんがね、はい、あいつはあれ方やなって勝手に予想してください。それと楽しみながら、まあ、見ますね。そうですそうです、はい、はい